皆の者、楽にしてよいぞ。今日そなたら戦士を集めたのは他でもない。いや、待っておったぞ。ご無礼つかまつりました陛下。それがし、おいおい、これで全員揃ったようじゃな。さて、我が戦士たちよ、そなたたちも聞いておろう。最近イムールの村で子供たちが何人も姿を消しておるという話を。親たちは魔物の仕業ではないか、子供らを助けてほしいと涙ながらに訴えに来ておる。もはや放っておくわけにはいかん。事の真意を確かめねばならんのじゃ。ああ、戦士たちよ。はっ。頼んだぞ。しからば行くのじゃ。はっ。なんだライアン、落としてる場合じゃないぞ。ステファン、やれやれ、お前と来たらいつもこうだからな。だからいつまで経っても出世できねえんだ。先に行くぜ。あ、ん、どうしたのじゃライアン。はあ、いえ、魔物の仕業だとすればなぜ子供をさらうなどと。相変わらずよのオライア。そなたいくつになった。はあ、みそじを迎えております。その年でまだ一介の戦士というわけか。そちゃ確かに今までこれといった手柄もないの。面目次第もございません。いやいや、責めているのではない。ライアンよ、そちの剣の腕のさえ、秘めたる力、このわしが一番よく知っておる。そちはどうも腰回りが悪いようじゃな。陛下、だがこたびの事件、わしは期待しておるぞ。ライアン、そちの働きにな。険しい山並みに囲まれた北の国、バトランドの城から物語は始まる。王宮戦士のライアンは、ただ一人イムルの村へ向かった。それは、遥かなる旅の第一歩だった。ドラゴンクエスト4、第一章、王宮の戦士たち。にもお話ししましたが、あの子は私の目の前で。大河をくぐる洞窟を抜け、ライアンはイムルに到着した。国王ハルト五世に子供の捜索を訴え出たのは村の宿屋の主人夫婦だった。一人息子のププルは何日か前の夕方、奇妙な靴を持って帰ってきたという。母親がそれは何だと問い詰めると、ププルはやおら靴を履き、次の瞬間パッと姿を消し、そのままいなくなってしまったのだった。戦士様、どうかププルを探し出してくださいませ。お願いです、お願いです。奥方、頭を上げてください。よーライアン、今頃ご到着か。ステファン、俺はとうに村中を調査済みさ。
それと引っかかることがあったんでな。ん？何か手がかりがあったんでしょうか。ああ、おかみさん、確かあんたのせがれが消える前はガキどもと遊んでたって言ってたな。はい。そのガキどもがなんか隠しているようなんだ。俺はこれから学校でガキどもを絞ってみる。ライアン、お前も来るか。ああ、行こう。待って、知らないものは知らないよ。ねえ、ねえ。お前たち、いい加減に本当のことを言わないか。本当に知らないんだよ。あの日、俺たちププルと会ってないもん。なあ。うんうん、全然顔も見てないもん。嘘をつくな。道具屋の親父が村へ一緒に帰ってくるお前たちを見てるんだ。違うよそんなの。あの親父、猛力して目が悪くなってんだい。そうだそうだ。知らないもん。知らない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 。うるさい。お前たち、本当のことを言わないと。怒っちゃやだやだ。このよせステファン。止めるな。こんな根性曲がりのガキどもにはお仕置きが必要だ。いいからよせ。この子たちは知らないと言ってるんだ。ち、今日はこれくらいにしてやる。よし、ライアン、機嫌直しだ。宿屋の酒を片っ端から飲んでやるから、お前も付き合え。ん？誰だ？おじさん、窓開けてよ。ああ、昼間の。ちょっと入っていいかな。ああ、よく登ってこられたな。ここは2階だぞ。身の軽いのが俺の取り柄だからね。あ、俺ニャッケってんだ。俺はライアン。ニャッケ、どうしてこんな夜更けに。うん、おじさんに話があるんだ。いいかな。うん、何かな。あのさ、おじさん昼間なんで俺たちに何にも聞かなかったのさ。そうだな、ププルは君たちの友達だろ。もちろんだよ。その友達がいなくなったのに君たちが何も喋らなかったのは特別な理由があると思うんだな。特別な、わかるの？そう、子供には子供だけの秘密がある。俺も昔そうだった。うん、おじさんなら信用できるよ。少年ミャッケは事件の成り行きを打ち明けた。あの日ププルとミャッケたちは村の東にある古井戸の奥で遊んでいたという。そこには彼らの秘密の友達、ホイミンというホイミスライムがいた。魔物が友達？魔物って言っても、ホイミンはすっごくいいやつなんだ。古井戸のさらに奥には不思議な靴がいくつも転がっているという。ププルは何が起こるかわからないから近づくなというホイミンの目を盗んで、不思議な靴を持ってきてしまったのだ。ププルがいなくなっちゃったのは大変だけど、大人に本当のことなんか話せないもんな。俺も大人なんだが。おじさんなら大丈夫だと思って。だから。あ、そのホイミンという友達のことは誰にも言わない。ププルのことは任せてくれ。この声は、そうか、わかった。こちらだな。ん？古井戸の底は洞窟につながっていた。そこでライアンは不思議な声を聞く。声に誘われるままにライアンは奥へ奥へと入っていった。そして、わーい、また遊びに来てくれたんだね。うん、水色の胴体に何本かの足、奇妙な生き物がライアンを待っていた。いやあ、大人だ。待ってくれ、お主ホイミンか。え、うん、僕ホイミン。どうして僕の名前を。ミャッケから聞いて、お主に会いに来たんだ。ミャッケから。じゃあ、あなたも僕と遊びに来たの。あいといとは。いや、俺は戦士のライアン。
ププルを探している。本当？じゃあ、ライアン様、僕も連れてってよ。僕ね、あ、今はホイミスライムだけど、人間になるのが夢なんだ。人間？魔物のお主は？だって人間になったらずっとミャッケやププルと遊べるでしょ。いいことしたらきっと人間になれるよね。ね。さて、どうかな。ねえ、僕をライアン様の仲間にしてよ。いいでしょ。ねえ。お主、不思議な靴のありかを知っているか？空飛ぶ靴のこと？うん、もちろんだよ。では案内を頼もうか。じゃあ仲間にしてくれるんだね。うわーい、ありがとう。こっちだよ。魔物を仲間にするとはな。ホイミンに導かれて、ライアンは洞窟のさらに奥へと進んだ。そして地底の川の流れに囲まれた場所で空飛ぶ靴を見つけた。これは何か生き物のようだな。人間がこれを履くとどこか遠いところへ連れて行かれるらしいですよ。とにかく履いてみよう。ホイミン、俺の体につかまれ。あ、だけど大丈夫かな。やってみるしかなかろう。よし。浮き上がる！うわあ！おう！頭が！ライアン様、ライアン様、大丈夫ですか？お主、怪我はないか？僕全然平気ですよ。そうか。どうやらこれは表で使うらしいな。ああ、大きなタンコブ。今直してあげますからね。ホイミ。ん？痛みが消えた。感謝するぞホイミ。僕役に立っちゃったでしょ。お主が仲間になってくれてよかった。うわーい、褒められちゃった。さあさあ、出口はあっちですよ。行きましょう。洞窟から出たライアンは改めて空飛ぶ靴を履いた。その腕にしっかりとホイミンが捕まる。一瞬の後、ライアンとホイミンは見知らぬ塔の上にいた。うわー、高い。へー、こんなところに来ちゃうんだ。ここは、あちらに見えるのはイムルか？こんなところに塔があるとはな。塔の中を下へと降りていくライアンとホイミン。しかし、うわ、リリパッド！ん？さあ！そこは魔物の巣窟だった。弓矢を巧みに操るリリパッド、素早く動き回るピクシーなど、数多くの魔物が行く手を阻む。ライアンはそれらを倒し、塔の下を目指した。どうしたホイミン？いえ、なんでもないんです。すまんなホイミン。え？子供たちのためとはいえ、俺はお主の仲間を、魔物をほふっている。いいのライアン様、あいつら魔族の言いなりになってるんだから。魔族？僕たち魔物と違って地獄の底から来た奴らがいるんです。ヒサローとかなんとかいう魔族がいて。ライアン様、静かに。何か聞こえないか？え？あ、鳴き声？この下、地下からのようだ。ライアンとホイミンは息を潜めて地下へ降りた。そこで見たものは、うずくまる子供たち、そして醜い顔を歪ませて笑う化け物だった。泣いたって許さないよ。ライアン様、あいつはきっとピサロの手先ですよ。さて、もう一度聞くよ。お前たちの中に勇者はいないかね？勇者だと？ほれほれ、正直にこのアシペンサ様においい。
さもなくば。すごくすごく怖い目に遭うよ。勇者なんか知らないって言ってるだろ。生意気な口を聞くね。じゃあお前から痛みつけてあげようかね。お目玉ちゃん少し可愛がっておやり。よし、戦士だね。やっておしまい。お待ち。これが見えないの？あたしの杖の先を。私の杖にはたっぷりと毒が染み込んでいるの。どうすればいいか分かってるわよね、戦士ちゃん。まあ、物分かりのいいこと。さすが大人だね。好きにするがいい、アシペンサとやら。だがなぜお前は子供たちをさらった？勇者とは。お前などに答える必要などないわ。どうやって料理してやろうかしらね。アシペンサ様。なんだ、お意味すれんかい。よろしければ僕が子供たちを引き受けますけど。あらま、気が利くじゃないの。じゃあ任せたわね。それじゃあ、そのひょろ長い体を二つにペキっておって、ことこと煮込んで。ダイアン様、今だよ。そんなバカな、裏切ったね、ポイミスライム。ここは魔物の分際で。裏切ったりしてないよ。だ、僕は最初から人間の味方だもん。おのれ。アシペンサ、子供たちは返してもらうぞ。はい。わー、やった、よかったね、プップル。君、オイミン？そうだよ、みんな助かったんだよ。本当？ありがとう、オイミン。オイミン、子供たちを表へ。もう一度聞く、アシペンサ、なぜ子供たちをさらった？答えろ。はい、我々魔族の帝王様がどこかで復活するって話がありましてね。魔族の帝王？いや、ところがその帝王様を滅ぼす勇者ってやつが世界のどっかで生まれて育ってるなんていう嫌な噂があるざんすよ。そんなもんでこうして子供さんたちをさらって、勇者が幼いうちに殺しちゃおうと、そういうわけで。勇者、魔族の帝王を討つ。いや、私はただピサロ様の命令に従っただけでして。ピサロ？いや、私なんか下っ端の下っ端ですから。ピサロ様って偉いお方がいることぐらいしか知らないですがね。こんだけ話したいんだから勘弁してくださいよ。もう金輪際子供さんをさらったりしません。これからは真っ当なつつましい暮らしをしますから。何とぞ一つ。この通り。無用な殺生は好まん。さらばだ。おありがとうございます。このお人よしがキラー！おー！
毒の杖で死んじゃいなさい。消え。うわ。ホイミン。おのれホイミスライム。のけ。うわ。ミャック、それにププル、いいのかこんなに遅くに。平気平気、いくしょ。こうでもしないとおじさんと話せないからね。あの、僕。どうしたププル。ね、ホイミンどこ？あの塔から出してくれた時、僕ホイミンにお礼言うのを忘れてたんだ。ホイミンに。僕お礼を言って謝らなきゃ。だってホイミンの言うこと聞いて、あの変な靴に触らなきゃよかったんだもん。おじさん、ホイミンは？ホイミンは、ホイミンとは塔の地下で別れたよ。なんだよ、俺たちに一言もなしで言っちゃうなんて。そう、人間になるため旅に出ると言っていた。旅に？ああ、君たちによろしくとのことだ。そっか、あいつ前から人間になりたいって言ってたもんな。でもどこへ？さあ、遠いところだろうな。また会えるかな、あいつと。ああ、いつかきっとな。きっと会える。いやノロマのライアンが。まさかな。残念、わしの手柄になるはずだったのに。いや、参ったぞライアン。まさかお前に先を越されるとはな。たった一人で事件を解決するとは、すっかり見直したぞ。一人じゃないぞ。ん？なんて言った？おお、陛下のおなりだ。おお、ライア、よくぞ戻った。ああ、おいおい、ね、近寄れ。はっ、やはりそちの腕、大したものじゃった。わしの目に狂いはなかったの。そちのような家来を持ってわしは誇りに思うぞ。お言葉ありがたく頂戴します。おお、そうじゃ、褒美を取らそう。うん、まずは位を近衛隊長に。恐れながら陛下。勇者を探す旅に出ると申すか。しかし、こたびの事件でそれがしの天命を感じたのです。そちの天命。どうぞどうぞお許しを。頑固者のそちのことじゃ。わしが許さずとも旅立つつもりであろうな。あい、分かった、行くのじゃライアン。陛下。しかし寂しくなるのう。ライアンよ、いつか必ず戻ってくるのじゃぞ。はっ。こうして王宮戦士ライアンは新たなる旅に出た。それはかつて何人も経験しえぬ
長く果てしない旅だった。何？エンドールの武術大会に出たいだと？バカも休み休みにせい。だって面白そうじゃないの。ずっとお城の中に閉じこもりきりじゃ腕がなまっちゃうもん。腕がなまるだと？日頃のお前の暴れぶりは何だというのだ。そうですな、兵士はぶっ倒すわ、部屋の壁に穴を開けるわ、そりゃもう見事なおてんばぶりでございますな。姫様はどうやら生まれをお間違いのようで。ブライ、そなたがアリーナの教育係であろうが。いや、それはその通りでございますが、わしが言って素直に聞くような姫様ではございませんで、そのあたりは陛下そっくりでございますな。はい。じい、それって褒めてんの？けなしてんの？それでは姫様、わしからもお願いしますが、少しは女らしくしていただけますかな。できれば花嫁修行なども。ご冗談、お断りよ。そんなの。なあ、ざる言はやめ。とにかくアリーナ、エンドールに行くなどと決して許さんからな。なんでよ父様、私自分の力を試してみたいのよ。冗談ではない。ああ、まったくもう、お前は女、しかも我がサントハイムの王女なのだぞ。分かっとるのか、自分の立場というものを。それなら私が王女だっていうことを隠してれば。ならんと言ったらならん。行きたいって言ったら行きたいの。姫様、姫様、どうか無茶なことはなさらないでください。何よクリフトまで。城の外へ出ると魔物がいつ何時襲ってこないとも限らないんですよ。エンドールなんてとんでもない。あら、魔物なんかに負ける私だと思うの？私の力クリフトだってよく知ってるでしょ。ああ、そういうことではなくて、姫様にもしものことがあったら私は。おおおお、なんじゃなクリフト。いや、その陛下もサントハイムの国中も嘆きますゆえ。ふんだ、何よ3人揃っちゃってさ、私の味方は一人もいないのね。あ、これどこへ行く。鬱陶しいからもう寝るのよ。アリーナ、おやすみ父様。ジークリフト。はあ、いや、はてさて、まあどうなりますやら。ブライよ、あれはどうしてわしの言うことを聞いてくれんのだろうな。そうですな、陛下もそうですが、亡くなられたお妃様もいとしとやかに見えながらなかなか頑固であられましたゆえ。言うな。しかしブライよ、クリフトよ。は、はい。あ、何でございますかな。アリーナを頼むぞ。茨の鞭は持ったし、薬草も。よし、こんなもんかな。うん、稽古でぶち破った壁が直されちゃう前に、今夜がチャンスよね。よし、せーの、ドア。人影はなしだ。えっ、父様ごめんね、私どうしても行きたいの。いや、どちらへお出かけかな。え、こんなことだろうと思ってましたよ。ジー、クリフト、私を止めるつもり？それなら腕ずくでも。おいさましい姫様、わしらの装束ご覧になれますかな。旅人の服？
まさか二人とも。姫様を一人旅に出すなんてとんでもない。わしがもともさせていただきますぞ。なんですって。サントハイムを治めるアルタス王の一人娘アリーナ。音に聞こえたおてんば姫が教育係の魔法使いブライ、お月の神官クリフトと共に今お忍びの旅に出た。ドラゴンクエスト4第2章、おてんば姫の冒険。サントハイム城の遥か東にエンドールに続く旅の扉がある。アリーナたちは険しい山並みを避け、大陸をぐるりと迂回するコースを取った。何度か魔物の襲撃を受けたが、天性の格闘家アリーナの敵ではなかった。3人はまずテンペの村へ立ち寄った。なんだか活気のない村ですね。暗いの暗い。こんなに寂れた村ではなかったはずじゃがな。何か起こったのかもしれないわね。アリーナたちは村長ペールを訪ねた。ペールは奇妙な三人組に戸惑いながらも村中が沈んでいる理由を話した。 いつの頃からか村の北の森に怪物が住み着くようになったのじゃ。そやつは若い娘を生贄に出さんと村ごと襲ってしまうと言ってきての。なんてことなの。結婚を間近に控えたペールの娘ニーナも村を思って今晩進んで生贄になるという。わしゃもうどうしてよいのやら。安心して村長さん。え、私がニーナさんの身代わりになるわ。姫さん。姫？いや、お嬢様。ああ、やっぱり。いや、しかし見ず知らずのお嬢さんにそんなことを。その化け物っていうのをやっつけちゃえばいいんでしょ。やるわ私。その夜アリーナはクリフトとブライが運ぶ生贄のカゴに乗り北の森へ入っていった。こらしょっち。ああ、洞窟に答えるわい。姫様、本当にお一人で大丈夫ですか。当たり前よ。あなたたちがいたら化け物を欺けないじゃないの。しかし。いい？手を出さないでよ。化け物は私の獲物なんだから。わかっておりますとも。姫様が言い出したら聞かないことくらいは。ブライ様、そんなのんきな。来たわ。二人とも行って。くれぐれもお気をつけなさることですぞ。わかってるったら。さ、クリフト。姫様、私は、私。もういいから、今回。ああ、痛い、痛い。何これ。私、怖いの。違うわ。これは、むしゃぶる。早く来い。早く来い、化け物。あんたね、不細工な魔物の分際で若い女の子。なんと生きのいいことや。このお姉様、魔族たるカメレオンマン様を見て気を失わなかったごちそうは初めてだ。覚悟しなさい。やあ！かわいい、かわいい。無知を離せ化け物。バッ！どうして？
英雄どもごちそうをおとなしくさせろ。さすが姫様。二人とも手を出すなと言ったはずよ。え？いや、何のことですかな。ごまかしたってダメよ。魔法で援護したでしょう。さて、そんなことがありましたかな。まったくもう。でも正直危なかったわ。ありがとう、G・クリフト。お姫様とお近づきになりたい。しかしね、お姫様って言うからどんなに綺麗だろうと思ったけど、大したことないんだね。何なのよこの騒ぎは。少なくともわしらを歓迎しているのとは違うようじゃな。一体どういうことなんでしょうか。考えられることは、誰かがサントハイムの姫君を語っておると。それって私の偽物ってこと。姫様、お忍びです。お忍び。フレノールのにぎわいはサントハイムの姫君がこの町の宿屋に泊まっているからだった。アリーナたちは早速宿屋へ乗り込んだ。ですな、サントハイムの姫様は。笑ってる場合じゃないでしょ。どけどけ、姫の命はねえぞ。え、姫、何が言って、どいて。姫、お父様。アリーナは人混みをかき分け2階へ駆け上がった。そこで見たものは少女を小脇に抱えた屈強な大男だった。いいかてめえら、姫の命が惜しけりゃ3日後の夜、町の墓場まで黄金の腕輪を持ってこい。離して、助けて。黄金の腕輪、その子を今すぐ離すのよ。なんだ小僧、いや姉ちゃんか。そこどきな、怪我するぜ。怪我をするのはどっちかしら。今すぐその子を離せば許してあげるわ。いばらの鞭か、少しは使えるってか。そんなもんでこの盗賊バコタさんがビビるとでも思ったのかよ。あだ、やっぱりこんなことになってしまったか。おらら、仲間がいるってか、姉ちゃんよ。今度こそ手を出さないでね、G・クリフト。私一人で十分よ。またそんなことおっしゃって。やれやれ、困ったもん。あれは盗賊バコタだったわね。あんたこそ気をつけた方がいいわよ。そんな小さなナイフ一つしか持ってないんだもん。このナイフがそんなにチャチに見えるかよ。残念ね、かすっただけだわよ。今度はこっちの番よ。そうかな。体がすごく。しまった、どこがのナイフか。
どうじゃな、姫様は。ようやくお休みになったようです。あの満月草、あまり質の良いものではなかったようで、なかなかしびれが抜けませんが。そうか。ああ、私はなんて非力なんだ。なんじゃよ。だってそうでしょ、プライ様。私がキアリクの呪文を使えれば、姫様をこんな目に遭わさずに済んだのですよ。まあまあ、あの呪文はお主には覚えられんと思うがな。それでなくても私は姫様をお守りするためにご一緒したというのに、何一つお役に立てていない。お主にはホイミが使えるじゃろうが、確かに滅多に使わんようじゃな。このままでは私はそうだ。そう、これどこへ行くんじゃ。ブライ様、姫様を頼みます。今の私にできることといえばこれくらいしか。お化けキノコに吸血コウモリ、やれやれ、魔物は出るわ、湿り気は老体に悪いわ、ろくな洞窟じゃないな。ブライ様、なぜ一緒に来られたのですか。愚か者が、お主一人で黄金の腕輪とやらを見つけられるものかよ。アリーナの看護を宿屋の主人に任せ、クリフトとブライはフレノール南の洞窟へ来ていた。ここには黄金の腕輪が封じられている。黄金の腕輪、それは遥か昔からフレノールに伝わる宝だった。しかし黄金の腕輪をめぐって争いが絶えず、ついにはこの洞窟の奥深くに封じられたという。ここら辺は砂だらけじゃな。ずいぶん奥まで来ましたね。なんじゃ、怖いのか。なんならお主一人帰ってもいいぞ。何を言うんです。そんなことをしようものなら姫様に合わす顔がありませんよ。ブライ様こそお帰りになったらいかがです。言うな。そんなに姫様にいいところを見せたいのか。そんなんじゃありませんよ。わっとるわっとる。お主が身の程知らずにも姫様に惚れていることはな。ブライ様、私はそれは違うとは言いませんが、いや、私はただ。クリフトよ、顔を赤くしとる場合ではないぞ。私の顔がそんなに。姫様にはこのことどうか言わないでください。バカモン、そんな場合ではないというに、あれを見。マスターじゃ、ちとまずいのこれは。魔物め、けーっ、ちょー、なんの、姫様に代わり成敗してやる。カラ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 。リフト目、頭に血が昇っておるな。それシャドウ、今のうちに回復せい。はい、ホイミ。この動きはいかん、退却じゃ、クリフト。何のこれからです。出よ幻、マウンサ。もう一度、マウンサ。無駄じゃ、サンドマスターの不思議な踊りでわしらの魔力が奪われてる。そんな、回り込まれたか。姫様、地の底で朽ち果てるクリフトをお許しください。姫様、あの、どうして。バカ、どういうつもりよ。私を置いてけぼりにして。しかしその、あなたたちにもしものことがあったら、私二度とこんな真似は許さないんだから。いいわね。はい。やれやれ、こやつ一生頭が上がらんの。ほうほう、姉ちゃん元気になってよかったじゃねえか。大きなお世話よ。約束のブツを持ってきたようだな。
大したもんだ。バコタ、黄金の腕輪をどうするつもり？てめえらの知ったことか。とっとと渡さねえと姫の命はねえぞ。お主、黄金の腕輪にはまがまがしい妖気を感じる。やめといた方がいいかもしれんぞ。それこそ大きなお世話だ。さあ、とっととよこしな。わかったわ、受け取りなさい。確かに受け取ったぜ。姫は返してやら。あばよ。待ちなさい。無駄ですな、大した逃げ足じゃ。それよりその人を。猿グツアなんかするなんて。助かった。大丈夫？うん、平気。あ、お姫様なんてもうコリゴリだわ。本当助けてくれてありがとう。でもごめんね、私メイっていうの。ただの旅芸人でお姫様なんかじゃないのよね。知ってたわ。なんで、どうして？みんなコロッと騙されたのに。あ、いえね、悪気はなかったのよ。本当よ、お姫様のふりしたらみんなよくしてくれるからつい調子に乗っちゃって。これに懲りて二度とこんなことはせんことじゃな。もちろんよ。お名前は？アリーナよ。じゃあね、メイ。あ、それってまさか本物の？あ、ちょっと待ってよ。じゃなくて、あ、お待ちくださいってば。フレノールを立ったアリーナたちは大陸南東の祠に向かった。そこには太古の技術で作られた旅の扉がある。そこで3人を待っていたのはサントハイムの兵士だった。お待ちしておりました、アリーナ姫様。おお、お主シロンではないか。ああ、さては父様に命じられて私を連れ戻しに来たのね。そうはいかないんだから。いえ、陛下からアリーナ様へ手紙を託されてまいりました。父様が？アリーナはアルタスからの手紙を読んだ。その手が細かく震えていた。姫様。クリフト、読んで。あ、はい。では失礼して。我が娘アリーナよ、城を飛び出したこと、武術大会に出場すること、すべて許す。ええか。ほれ、続けんかい。ええ、アリーナよ、行け。お前の心の心の命ずるままに。実はわしはとてつもなく恐ろしい夢を見たのだ。巨大な怪物が地獄からよみがえり、すべてを破壊していた。さよう、わしにはいささか予知の力がある。はじめはわしの胸にだけしまっておくつもりだったが、あまりにも同じ夢を何度も見るのだ。もしかすると何かが、とてつもなく恐ろしいことが起ころうとしているのかもしれん。アリーナよ、もう止めはせぬ。広く世界の様子を見てまいれ。世界はお前のような強き者を必要としているのかもしれん。一瞬のうちじゃったな。大した仕掛けじゃ。本当にここがエンドールの祠なんでしょうか。もしや、そなたたちは。え？日にさらされた肌、傷だらけの防具、長い旅の経験を思わせる長身の戦士がアリーナたちを見つめていた。目と目があった瞬間、アリーナは不思議な温かさを感じた。あなたは。そなた、勇者殿か。勇者？いや、失敬。光をまとい現れたそなたを探し人かと思ったのだ。なんでしょうこの人。わからん。しかし私はアリーナ、サントハイムの王女よ。これ、姫。姫君であられたか。ご無礼いたした。それがしはライアン、バトランド王ハルト五世に仕えし王宮戦士にございます。あ、
そんなにかしこまらないで、ライアンさん。私、エンドールの武術大会に出場しに来ただけなんだから。さすれば、ご武運をお祈りします。それがし、急ぐ旅ゆえ失礼つかまつる。あ、ライアンさん、勇者って？定めの勇者は、いや、お忘れください。ご無礼、平にお許しを。では。本当に無礼なやつですね。あ、そうだ、姫様。あんなやつにご身分を明かすなんて。ごめんね。なぜか、隠しちゃいけないような気がして。世の中は広うございますな。G？ あの戦士、凄まじいばかりの使い手と見受けた。もしかしたら、私、叶わないかもしれない。何を言うんです、姫様。これから武術大会に出ようというお方が。そうね。さあ、行きましょう。よくぞ参られた、アリーナ姫。アルタス王からの便り、届いておるぞ。おてんば、いや、武君の誉れ高きそなたが大会に出てくれるとは、これ以上頼もしいことはない。世界で最も裕福な国エンドール、その城でアリーナたちは国王エルドナンに歓迎された。ここエンドールでも近頃魔物による被害が増えたため、エルドナンは強い者を集める目的で武術大会を開催したのだった。しかし、いや、世はちと調子に乗りすぎての、大会の優勝者にはこれなる我が娘モニカをめとらせるなどと口は知ってしまった。このままではあのデスピサロなる者が優勝してしまう。デスピサロ？そう、黒衣をまとった謎の男じゃ。大会に出場するや悪魔のような強さを見せつけ、並みいる選手たちを次々にほふり。アリーナ様、お願いでございます。どうぞどうぞ勝ってくださいませ。モニカ、もし女の人が優勝すれば無理な結婚をしなくて済むでしょう。私は、私はモニカ、すまんの。安心してください、モニカ姫。エルドナンを、私、勝ちます。もう、マリーナ様、絶対勝ってみせるわ。姫様、これをお使いくだされ。これは鉄の爪です。1500ゴールドもしたので蓄えがなくなってしまったけれど。余計なことは言わんでいい。ありがとう、ジー、クリフト、使わせてもらうわ。ぴったりよ。姫様、私たちはここで待ちます。どうぞご無運を。よし、行くわ。これより本日の試合を取り行う。待ってました。早く始めろ。試合は勝ち抜き戦で5人倒すと決勝戦に進め、これまで5人抜きを達成した者はデスピサロただ一人。
然じゃ。あんな見かけだけの筋肉男なんぞに我らの姫が負けるものか。アリーナ姫、一人勝ち抜け。鉄の爪がうなる、鍛え上げられた腕が足が舞う。ブーメラン使いラゴスを、炎を操る魔法使いビビアンを、屈強の戦士サイモンを、アリーナは次々と倒していった。次の対戦相手はカジノラーの鏡所属ベロリンマン。何よこいつ。魔物じゃないですか。カジノと言っとったの、モンスター格闘場のチャンピオンというところじゃな。なんてことだ。姫様頑張れ。始め。よし、かかってください。姫、表になってようございますな。
何言ってんのよ。ヒーター、皆様方。ああ、ちょうどいい。宴の支度をせ。それどころではございません。城に傷ついたサントハイムの兵士を名乗る者が。何ですって。アリーナ様、喋っちゃダメです。動かないで。なんとひどい傷じゃ。城が、サントハイムの城が。シロ、お戻りください。陛下も家臣も皆。あ、ここにも誰もいない。奇怪な。一体どうしたというのじゃ。おーい、おーい、みんなどこです。嘘、嘘よね、こんなの。姫様。サントハイムの城から人の姿が消えていた。国王アルタスも家臣もすべて。姫様、どうなさるおつもりかな。ここにいても何もならないわ。私行く。行くって言われてもどちらへ。わからない。でもこの謎を解く鍵が世界のどこかにあるはずよ、きっと。それではお供いたしますか。じい、一緒に来てくれるの。もちろん行きますとも。姫様のためならどんなところにだって。クリフト、ありがとう。嬉しいわ姫。え、いや、それでは参りましょうか。うん、父様、待ってて。行ってきまーす。人々はどこへ行ってしまったのか。そしてアルタスの見た夢とは、姿を消したデスピサロとは。アリーナとクリフト、ブライは謎を探るため再び旅に出たのだ。CD シアタードラゴンクエスト4、王宮の戦士たち、おてんば姫の冒険。原作堀井雄二、音楽杉山浩一、編曲松尾隼人、出演小川真嗣、吉田子奈美、中村大輝、柳ジョージ、田中真由美、北村光一、柳田清之、佐藤知恵、島方純子、辰田直樹、堀幸俊、池水道博、沢木育也、長島優子、井上美希、太田真一郎、小林敏夫。ナレーター石坂浩二、脚本監督トマト秋、音響制作メディアリング、企画制作エニックス。